おはようございます。今日は、1月のもう末の方なんですけど、マウンテンバイクトレイルに行っていきたいと思います。コース的には家から30分ぐらいでも行けちゃうとこに、集合して、まあ、そこからちょっと登って、トレイルで下る感じなんですけど、確か前に1回行ったとこだと思うんですけど、それ以外も、ルートあるようなんで、案内してもらえるかと思うんで、楽しみです。では行ってきます。ああ、そこちょうど坂があるかな。俺もいまいちわかんない。上原さんは病み上がりだから。ゆっくりね。あ、こっち。よいしょ。
毎回こすっちゃう。集中してないと。もう常に。上向けないと。ダメだ。コースアウト。Thank you.
これはいけます。おっと。チェーンリング引っかかった。なるほど。オッケー。迷うとそうだね。いや、いい漕ぎ方だ。でも安全に漕いで。ふかふかでよかった。前がやっぱり前あんまりブレーキ踏んだから。ああ、そう後ろですね。ブレーキ。おお。こんなに入ったんだね。折れちゃう。絡まってもいいだろうと思ってこいちゃうとバキって。言ってるそばから。ブレーキ。もう一度ペダル下にあると取れます、ね、はいだー立てすぎ順番に引っかかっていく。あれハマっちゃった。あでもだいぶしっかりハマってた。よし、おっとっと。丸太越えがなんかやっぱ引っかかりそうで嫌だな。フロント沈めてからふって浮かして、うん、そう、そこまではいいんだけど後輪のこの越える時、うん、
またいじゃうってる時がどうなってるか不安ですよね。ああ、その時俺だいぶ前にやっちゃうな、うん、ちょっと軽く浮き上がる気持ちでホップさせるのはいいんだろうけど、太ももが疲れるね、腰上げてると。ああ、そうですね。これがさ、あの大時の下り長くてね、地獄腰がいってしまう、すげえ疲れるね、太ももの裏が。浮きっぱなしだから。あ、俺か。こんなちっちゃい枝が